はい、こんにちは、ハッキーです。今回はですね、ストーリーの続きをやるわけでもなく、リクエストをやるわけでもなくね、今回は隠し武器集めをやっていきたいと思います。理由とかはね、おいおいこの運転しながら説明していきたいと思います。そしたらね、早速やっていきましょうか。今回はね、こういったちょっとゆるっとした感じの動画になっております。はい。でですね、お、これあれちゃん、現金輸送車ちゃん、これ。まあいいや。まあね、そうなんですよ。今回はこのゆるっとした感じでね、もしちょっとね、いろいろ道のりは長いと思うんで、要所要所でカットするかもしれないんでね、全体的に短い動画になってしまう可能性もありますね。はい。でこれはね、この GTA 3だけじゃなくて、バイスシティとサンアンドレアスの方でもね、やっていきたいと思います。隠れ武器集めですね。これ何、これこのドクロみたいなの何、どこやったっけ、こっちか。まずはね、ここです。お、ちょうどよかった。隠れちゃうわ、あの体力回復アイテム。こういってこうや、 OK。 でここでね、 AK を取りますと。お、しかも今のアーマーやん。OK。 でね、これで AK を取りましたよと。いいっすね。一応これ売ってる間は歩けないとね、いうことで。じゃあ次行きましょうか。ですね、まあ先に場所をどこやろ。ええ何これ、今の見ました、今の。金どっさりあったで。うわ、もっと早く気づけばよかった。いや、今のはさすがに無理やな、あれは。よし。ちょっとその前に まず場所ね、場所。ここ。今は AK47 取ったんですけど、次は火炎瓶をね、取りに行きたいと思います。でですね、理由ですよね。なぜ今この隠しアイテム、隠し武器ですね、隠し武器集めをしようかと決めたかと言いますと、前回のね、この GTA 3でのこのミッションでね、もうかなり苦戦したんですよね。その苦戦した理由は、武器がないからですよね。もう全然もう弱い武器しかなくて、もうウージーでなんかちまちま戦っててもやっぱ意味がないということに気づいたんで、これはね、もう全シリーズそうなりかねないということでね、すぐにでもね、隠し武器を調達することを決めました。でこれね、この人らを倒して火炎瓶を奪うっていうね、こういう感じです。ここに隠しアイテムがあると。そう、これは3つ行きましたね。でなんかこの人らなんか変なんですよね。なんか ずっとここで何してんやろうっていうね、火炎瓶持って、なんかの宗教なんかな。ちなみにここの奥はなんかあるんかな、どこに通じてんのこれ。あ、こうなってんのか。よし、じゃあ次の場所ですね。これ最後か、もう最後ですね。この島で取れる限りは、まあ、最後のところになります。多分ここ。よし、行きましょう。ですね、そうなんですよね、 GTA 3で結構ね、もう難易度鬼畜やったんで、この前のやつが。でまあね、強力な武器さえあればあんな目には合ってなかったんだということに気づいたんでね。でまあサンアンドレアスも結構ね、噂によると難易度の高いものが多いと。でバイスシティもそうなりかねないなということで、今回は全シリーズの方でね、この隠し武器集めをすることを決めましたよということでね。ああ、そうここはなんかね、特殊ルートというかね、なんか屋上にあるらしいんですけど、このなんかこっから登っていくらしいです、この駅の階段から。こっからこう行くらしい。でこう行って線路を、ちょっと危ないなこれ、大丈夫かな電車。危ねえ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 
すげえ電車こんな初めてこんな間近で見た。でここここ確かここ、あほらほらほら来ましたよ。え、ちょっと待って登られへん、ちょっと待って、こっからちょっと助走つけていこう。ほう、オッケー、よーし、来ました火炎放射器。じゃあ一瞬撃ってみましょう。おい、来た。うわ、でもあと14しかないんか。結構乏しいですけど、まあ一瞬の火力にはなりますけどね。一瞬の火力にはなるけど、まあまあ重火器としてね、一応取っておいた方がいいかなということで、まあ、今回手に入れたのがこの火炎放射器と火炎瓶と AK ですね。まああの序盤のね島で手に入れれるのはこれぐらいかなと。本当はロケットランチャーとか欲しいんですけどね、まあいかんせんないので、まあこのね、もし何かあればこの火炎放射器でねブワーっとね燃やし尽くしたいと思います。でそうですね、今回はこれで終わりですけども、続いてこのバイスシティとねサンアンドレアスの方でもやっていきたいと思います。はい、それではね GTA3 は、この後もねストーリーとかどんどんやっていくんで、楽しんでね、まあ、楽しみにしていただければだと思います。ぜひね高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた。